俺たちスターズアルファチームはラクーンの森林地帯上空を飛んでいた。ある任務途中で消息を絶った先遣部隊ブラボーチーム、彼らの行方を懸命に探していた。クリス、何か見つかったか？いえ、まだだ。ブルト、最近ラクーンでは奇妙な連続殺人事件が頻発していた。10人ほどの集団によって民家が襲われるという凄惨な事件だ。被害者は皆一様に食い殺されていた。その事件を調査していたブラボーチームが消息を絶ったのだ。見て、クリス。ブラボーチームのヘリは無残に置き去られていた。ケビンの遺体だけを残して。あっ、俺たちは他の隊員の捜索を続けた。そしてそれが悪夢の始まりだった。館にたどり着いたのは3人だけだった。ウェスカー、バリー、そして私。クリスの姿はなかった。ここは何なんだ？普通の館じゃない。おそらくな。ねえ、ウェスカー、クリスはどこ？ジル、よせ。外に出るのは危険だ。でもクリスが。今の音は？クリスか。まさか。ジル、調査を頼む。俺も一緒に行く。クリスとは古い付き合いだからな。分かった。二人に任せたぞ。私はここを確保する。油断するな。食堂か。おい、ちょっとこいつを見てくれ。何なの？血だ。
ジル、他に手がかりがないか探してくれ。俺はこいつを調べる。クリスの出なきゃいいんだが。バリどうした？気をつけて、化け物よ。こいつを俺に任せろ。一体何なんだこいつは。ケネスも死んでた。こいつに殺されたのよ。ウェスカーに報告しましょう。ジル、一緒に探してくれ。ホールからは出るなよ。わかった。バリ、どうだジル。ダメね、どこにもいない。一体どうなってるの？わけがわからない。ああ、全くだ。クリスの次はウェスカーまで。こうなったら仕方がない。手分けして探そう。俺は戻って食堂を調べる。わかった。じゃあ私は向かいの部屋を見てみる。しかし、随分とでかい館だ。くれぐれも迷うなよ。まずは1階からだ。わかった。おっと、忘れるとこだった。キーピックだ。お前が持ってた方がいいだろう。ありがとう、使わせてもらう。いいか、何かあったらこのホールで落ち合おう。分かったな。了解。
ああ